えー、不動産屋の店長です、えー。ぜひお部屋の扱い方に気をつけていただきたいということで、急遽動画を撮らせていただいています、えー。何かというと、まあ、退居ですよね。お掃除してないお部屋のですね、えー、退居状況についてちょっと動画を撮らせていただきました。えー、と一部ちょっと、えっ、ー、と、ひどい映像とかもあるかもしれないので、 え、見たくない方は、あの、この段階で動画を飛ばしてください。消してください。では、撮影を始めたいと思います。はい。えー、ちょっとひどいですね。これちょっと油ですね。どうやったらここまでになるんですかね。こぼした状態で退去されてますね。う ごめんなさい。これも中が油とかヘドロですね。はい。ちょっと電気の回線が今切れてる状態なので、一部暗い映像になっています。はい。もう、あのー、こんな感じなんですよ。玄関も。これトイレもですね。ちょっと入ります。うん。何のシミなんですかね。 いやあ、ひどいなちょっと、便器の中は非常に汚いので、映像をちょっと映さないようにしときます。あの、ひどいです。あのー、築浅の物件で、えー、とあるハウスメーカーさんが作った、いい建物のお部屋だったんですが、うーん、ちょっと参りましたね。 で、まあ、なんで、あの、こういう動画を今回、撮ったかっていうところなんですが、あの、当たり前なんですけど、あの、チータの場合ですと、敷金というものを頂戴するケースもあります。あの、場合によっては、敷金を取らないケースで、クリーニング代とかもケースはあるんですが、あの、ここまでひどいと、まあ、いわゆる、フローリングうん。あの、場合によっては、交換とかであったり、ええー、 ここもそうですね。あのー、クロスを全面張り替えしなければいけない。うん、こことからともう天井まで行ってるんですよね。はい。あのー、莫大な現状回復費業がかかってしまうんですよ。で、これは、あのー、多分入居者にも歌しに値する汚れになってしまうんで、えー、間違いなく、えー、費用っていうのを請求される可能性が高いです。はい。 なので、えっと、賃貸借契約書に記載がされている通り、あの、全館注意義務ですね、あの、通常通りの、えっと、使用をお客様してくださいねっていう規定をさせていただいている契約内容が非常に多くなっておりますので、ぜひその点踏まえた上で、あの、お部屋の退去前もそうですし、えー、常日頃の、えっ、ー、と、入居中から、 えー、お部屋のですね、えー、整理、整頓、清掃、あの、できる限りですね、ご協力いただきたいと思い、本日動画を撮らせていただきました。いやー、それにしてもちょっと残念ですね。すごい綺麗な、あの、物件だったんですけどね。無念です。はい。ということで、えー、今日の動画は以上にしたいと思います。えー、注意喚起になります。いつもご視聴いただき、ありがとうございました。